GoogleTag.cmd.push、ファンクション、はじめ中括弧 GoogleTag.display、sp、アーティクル、アンダーォと終わり中括弧。フランスフットボール市主催の2021年度バロ。ドール受賞者が現地時間29日に発表された、新コロナウイルスの影響で2年ぶりの選出とな。多動賞はパリ・サンジェルマンに所属する。ルゼンチン代表フォワードリオネル・メッシが最多期 をを更新するる度目の受賞を果たしている34歳の。市は2020-21シーズンにバルセロナで30得点を挙げ。得点王を受賞。今回のコパ・アメリカ・南米戦。県でもアルゼンチン代表を優勝へと導き、次も大会 MVP ・得点王・アシスト王に輝いている。目は最多受賞記録を更新する7度目の受賞とな。 前回の選出となった2019年から2回連続での選出。なった。バロンドールは世界の記者による。表で選出されるチェルシーとイタリア代表。欧州二冠を達成したジョルジーニョやブンで。リーが新記録となるシーズン41得点を挙げた。ベルトレ・バンドフスキは惜しくも栄冠に。かなかった。ジページ2021年のバロンドール順位。 こちら。